では、因数分解の公式を使った因数分解について見ていきましょう。因数分解の公式とは言っても、実は情報公式の逆になっているだけなので、情報公式をしっかり覚えれてたら、もう因数分解の公式ってわざわざ覚えるもんじゃないんだね。では、前の画面を見て確認をしていきましょう。A2 乗プラス 2AB プラス B2 乗っていうのがあれば、A たす B の2乗に因数分解できて。 A2 乗引く 2AB プラス B2 乗っていうのがあれば A-B の2乗に分解できます。2乗引く2乗だったら A たす BA-B、ワート積で因数分解できて、X2 乗プラス A たす BX プラス AB っていうのがあったら、X プラス A と X プラス B で因数分解できますよっていうことがわかるわけなんだね。まあ、この公式っていうのはね、何回も中学校の頃やってるから定着はしてると思うんだけど、 え、うまく使って因数分解をやってみるようにしましょう。では一番。x2 乗プラス 6x プラス9。まあ、だいたいこんな問題があったら、まずここが2乗と2乗になってるってことを確認できたら、これ3の2乗だからね。2倍の3かける1だから、6になるよね。ということは、公式使えるなっていうことで、x プラス3の2乗。 という風うにしてください。2番。2乗引く2乗。7の2乗になってるよね。2乗引く2乗になってる時は、和と差なので、a たす7と a、a 引く7を書けば終わりです。だから、公式を覚えてると、非常に便利というか、逆に公式を覚えてないと、これ因数分解するのかなり難しいから、しっかり公式を覚えておきましょう。では次。次は、 x2 乗プラス 4x プラス3。これはさっきの何とかの2乗っていうのは使えなさそうだけど、足して4。ね、和が4。かけて3。これを考えたら、x プラス1と x プラス3で因数分解できるよね。そうやって考えたらいいわけです。4番も同じ。足してマイナス4。 かけて、マイナス12になる組み合わせ。2と6ですね。だから x、x-6、x-2 をすれば、マイナス6-2でマイナス4になって、マイナス6かける2でマイナス10になるので、因数分解ができますよ、ということです。ワート席ね、素早く答えが出るように練習してみてください。で、5番。 x2 乗マイナス 10xy プラス 25y の2乗。こっちは x の2乗で OK。こっち側は 5y の2乗っていうことになるので、2倍のマイナス 5y かける1だから。マイナス 10y に x でマイナス 10xy になっているから、これも公式通り x、x 引く 5y の2乗ですよってことがわかるよね。6番見てください。 6番は、まあ、x2 乗の前に4がついてるけど、これ 2x の2乗だよね。で、こっち側は y の2乗。2倍の 2x×y で 4xy になっているので、マイナスをつければいいよね、あとは X。2x 引く y の2乗。これが因数分解した形です。最後 A 二、4a2 乗引く 9b の2乗。これも 2a を2乗したものと、 3b を二乗したものだから、これも公式を使って 2a プラス 3b 2a 引く 3b という形で因数分解できますね。公式をうまく使えば因数分解っていうのは早くできるし、そもそも公式を知らないとなかなかこういう形で因数分解するのは難しいから、やはり情報公式と因数分解の基本となる公式はもう暗記してしまうのが 一番だと思います。